こちら肌の状態を測定することができるんですが、手のひらサイズに小型化されて判定結果をこちらのタブレットで確認することができるんです。ソニーはエステサロンや化粧品カウンターなど業務用として開発したビューティーエクスプローラーを3月中旬から販売すると発表しました。デジタルカメラのイメージセンサー技術やテレビの画像処理能力を活用して開発され、毛穴や水分量など肌の状態を測定することができます。またデータの解析や顧客データの管理をインターネット上のサーバーで行うため、これまでの製品と比べて小型化が可能になりました。ソニーは将来的には一般向けにも応用していきたいとしています。